はい、どうもさん、こんにちは、もちTVです。今回もウィニングルームアプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回はウィニングルーム2019で、まあ、能力値ね、もう結構続々と出てますけれども、うん、まあ、能力値が爆上がりしてる選手ということでね、ちょっと選手集めてみました。はい、こんな感じですね。まあ、主に2019で、まあ、プロ玉になった選手の中から能力値結構上がったな、みたいな。まあ、総合値じゃなくて能力値の方ですね。はい、が結構グンと、上がった選手、集めてみたんですけど、まあ特徴的にはまだ紹介してないのはモドリッチとか、まあ、ベンチとかカゼミロとかも、後半がねグンと上がったりとか、いやカゼミロモドリッチはね、ボール出しとか上がってたり、瞬発とかグッと上がってたりとか、結構いろいろ皆さん、まあがっつり強くなってるなっていう感じの選手、はい、まあアザールだったら決定力とかね、アザール決定力85でしょ、もうムハンマドサラだったらもう全部みたいな感じ、カバーにも、結構ね、そう、ボールコントロール、まあ、ボールコントロール系のやつ、あとガッと下がったディフェンスエースはちょっと置いといて、ただまあみんな下がってるから、まあ、他の部分はちょっと上がってきたりとかしたので、カバーにとかも選んでみて、ルカクだとやっぱスピードがね、上がってたりとかするんで、まあ、今ちょうど中にスーパースターがね、なんか国のスーパースター来るんで、こちらでね、2試合やって、最後オンラインで、ね、見ていければなと思うんですけれども、まあ最初はこの布陣でね。そうだね。まあルカクとかも、すげえ上がったってわけじゃないけど、全体的に見て結構上がってんだよな。強くなったな、みたいな、一段階。まあ、カンテとかもそうだし、まあスキルとかもね、カンテついてるし、みんな強いですね、ベルナーとか。ここら辺の選手たちが多分2019の主役になるんじゃないかな、ゲームさん。監督はシメオネですね。シメオネと、はい、さあベルナー、マネーでカバーニ、まあね、カバーニも、うん、普通にねボールコントロール系上がってるんで、そこは嬉しいかな。さあベルナー走ってきてシュート打っていくと、いった感じでね、いや、なんだパフォーマンスも独特ですね。なんかオーケストラみたいなそうだね、チャーンチャーンチャーンみたいな、カバーニーやっぱすごい久々に使ったんだけど、ボールタッチやっぱり結構やばいね。結構タッチが独特というか、弾むっていうのがあれなのかな。ただでも、いや、チェイシングこの時持ってて、チェイシングを外されちゃったんですけど、ちょっとカバーニの場合ね、まあちょっとね、総合値的に上がってるよね、ただ、そう上がってるんだけども、まあちょっとね、カバーニの良さ消されちゃったみたいな、ことは動画でも言ったんですけど、まあ一応能力値で見ても、まあ上がってるところは上がってるんで、あと決定力が上がってるんだよね。だからまあそういった意味でね、まあ新たな新生カバーニ、まあそういうのもちょっと期待したいところなんですが。いや、結構期待できる。まあ18のカバーニね、前からガツガツいけるからね。さあ、マネー。マネー。はい。このクロアチアとやったんだけどさ、めっちゃボール回してくんだよね。あ、なるほど。前半の試合率見てみれば分かるんですけど、クロアチアに 75% 回されてる。すげえ。めっちゃ回されてる。どうなんだろうね。俺だけ。カバーニ結構ね、フリーキックの適性も、適性というか数値も高いんですよ。83意外とあるんだよね。まあ、ワールドカップでも蹴ってましたけど、まあ、普通に蹴れるんでね、やっぱりフリーキックがいないときはカバーニ蹴らしても全然いいということで。頭も強いしね。結構いいんじゃないかなっていう感じですが、さあ、マネ。マネで一回外抜けて、さあカンテ、アザール、ここで一回弾かれるんだけど、カバーニのグン、これなんだよね、これがなくなるのかな、魅力的。あ、またオーストラリア、あ、オーストラリアってオーケストラそう、これだよね、カバーニといったらグワシするんだよな、これがやっぱり象徴的というか、結構ね、アプリの方では俺カバーニあんま使ってないから、カバーニ使ってないと思われてると思うんだけど、 PSO はね、だとめちゃめちゃ使ってて、 PSO だともうカバーニ絶好調の週絶対使ってたからな。だから PSO の試合動画ってあんま上げてないんですけど、結構やってた中でマイクラブでカバーニワントップで使ったりとかしてて、思いっきりね、なんでアプリの方だとあんま使わないんですけど、 PSO でかなり使ってましたね。そうだね、食べるなカバーニ。おーっと、カバーニ、ただその18とかのバージョンだとちょっと決定力が1万枚目の選手にしては物足りない感じになってて、その部分が今回その19の方では決定力の部分では結構申し分ないというか、すごいよくいい感じになってるんで、その部分でね、まああとはこのディフェンスセンスの部分がどれぐらい響いてくるか。よいしょ、マネね、みたいな、マネもやるよということで、まず強いよね。いや、強い。パスでね、ワンタッチパスでポン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 やって、まあ、アプリはほんとワンタッチパス強いから。そうだね、アプリも結構ワンタッチパスゲー、まあ
ゲートまで言わないけど、これでも一時期よりは結構、まあ2017時期よりは よくなったというか、まあそんなに、うん、あのパスもずれるようになったりとか、ちょっとうまくいかない部分あったんですけど、まあ、ただやっぱり依然としてやっぱワンパは相当強いんで、まあ、2019になってね、これがどういう仕様になるのか、そうだね、っていうのもね、結構気になるところでありますけど、まあ、こういう風な感じでね、ワンタッチパス持ってる選手はいる得点系だけで今は得なんで、本当強いと思う、ワンタッチパスね、特にシメオネとかやっぱ距離が遠い監督とこうちょっと繋ぎにくいなと思ったらワンタッチパス持ってるとすごいいいんじゃないか、便利ですね、はい、まあ、こうあのモドリッチもね、本番8でしょ、モドリッチ最強、まあ、まだ紹介してないんですけど、オムス TV の方では、うん、やばいよ、モドリッチね、もう本当に最強格なんでね、多分やばいでしょ、うん、一番モドリッチ中盤で、まあ、クロスが雷になったけどさ、多分モドリッチは、多分モドリッチだね、モドリッチはいい、モドリッチの能力的に多分、まあ役割ちょっと違う、おーやってもうたな、これなんだよね、カバーにのい、すっごい思いっきり打ったズダダ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 ダン、はい、ありがとうございます、すごいよね、ランボに出てくるあのインディアン、ああ、あのあれだね、インディアンというか、なんかそちらのちょっと、いや、すごい、まあね、カバーにね、やっぱり PSO、 あのアプリで、あのなんですか、 PSO 使ってたと思うんだけどね、うん、難しいシュートめっちゃ決めんだよ、そうだね、うん、単純なシュート結構外したりとかするんですよ、世界の上昇時、そうそうそう、ただやっぱヘディング超強いから、ジョーもやっぱ難しいシュート決めんだけど、簡単なシュートはね、ちょっと外しちゃうから、柳沢とかもそうだったし、うん、柳さんね、さあ、アザール、スキルないかな、そういうの。はい、来た。さあ、アザール、流れるように決めてくれ。まあ、80から決定力が85になってますからね。いや、アザールは多分俺完全に、俺、2018だと、サンチェスの方がアザール使ってたんだけど、うん、アザールより、うん、多分変わるね。そうだね。サンチェス、あの、紹介しましたけど、これまだしないっけ、サンチェスって。してないね。してないか。うん、サンチェスも多分、あれだと思うね。能力的には多分アザールの方が上なんだ。そうだね、19になるとアザールになる、ね、アザールになるんじゃないかなっていうのはね、個人的には思いますね、ね、はい、これね、いやこのマネのさ、これスーパーさんもこれうまいけどさ、これ見逃してこないね、これさ、なんなんこのマネ、これ、いや、お前の操作ミスだろ、いやいや、これ操作ミスというか、これがやっぱりチームスピリットの問題なのかな、91、ああいうのが関わるのかな、なんか当たってさ、相手にこぼれて、いや、まあそういうゲームですからね、うん、さあ、これデブちゃんね、入れていくよといった感じで、本当はオフェンシブミッドフィールダー使ってあげたいんですけど、はい、結構この選手たちにあのチームスピリットが高いのが、うん、一応この締め寄りなんでね、まあ、風見だったっけ、はい、デブライの、ね、後半使っていきましょうということで、まあで、風見もやっぱ後半が、まあ、まあ紹介してるんですけど、7になったか、強いだろうね、いうのがね、恐ろしい、で、しかもワンパついてるみたいな感じなんで、アプリで間違いなく強いだろうね、うん、まあこんな潰し屋がね、うん、コミッションテーマ高くてワンパンもらったらそれは強いだろうということで、いや、強いね、さあデブちゃん、左に持ってきてシュート、ちょっとね、逆足、うん、これね、入ったと思ったんだけどな、そう、一回中にね、こう入れることによって結構シュートのあれを広げてるんだけど、うん、逆にアウトにかかっちゃったね、そうだね、うん、あそこの場面とかで右の足でもアウトスピン持ってると結構 やれたりとかするんだけどね、うん、さあここですよね、細かいパスからアザール抜けてきて最後はカバーニ、カバーニ特徴的なのはワンタッチパスね、あ、また打ってる、ここが右部分ですね、また打って、あれもう一人知ってるんだよな、やる人誰だっけ、いるやん、リタ隣、え、いや違うよ、日本に帰化したよ最近、あ、パトリック、そうよ、え、パトリックってなんかガガガガガタッチバージョンね、そう、あの銃連射する人いるのよ、あサッカーのパフォーマンスがさ、サッカーのパフォーマンス面白いよね、面白い、まあまあそういう意味ですごい面白い、ね、さあここルカク、ここでモドリッチキックで入れて、あの決定力も2ぐらい確か上がってたかな、おそらくモドリッチね、まあちょっと本当になんか今までだとさ、うん、やっぱなんでディフェンスもっと高いだろうみたいな言う人も、うん、コメント欄でも結構いたんですけど、はい、それもやっぱり10ちゃんと上がってるんで、ね、ボール出したっけ82かそんなもんだよね、確かいや、え、なんかあのディフェンスエースボール出しで72とかじゃないか、80であったと思うんだよね、ボール出しかなんか、なんか結構でも高いんですよ、やばい、前から比べると10からそんぐらい上げられてるっていう、やばかったような気がするよね、うん、ここうまい、なんかね、これでもやりますね、あのね、スーパースターの崩すこのなんてリプレイ、うん、これすごいためになるんだよね、ここら辺でのこういうのとか、うん、あんまやんねえじゃん、こういうの、あれこれ超絶ゴラスだね、うん、スーパーフラパスだよね、ああいうのでも結構やっぱり真似していきたいよね、
超ピンポイントでフラワーパス合わせないといけないから、なかなかこの、まあ、そのアプリだとカーソルが動かないし、あとはそのパスも結構方向がずれることが多いんで、操作の部分とかじゃなくて、単純にずれちゃうことが多いんでね、だからその部分は結構難しいかもね、フラパス1点絞りみたいな。そうなんでね、クロップ、はい、ということでね、まあ、クロップ監督は監督出しましたけど、うん、一応変わってないんでね。そうだね、監督情報とかでも出したけど、でも ね、あのアプリが見えてないサポート距離とかも見えてないのか、はい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 、ね、もしかしたらね、ちょっと変わったりとかするかもしれないけ ど、これライン高いんですね。さあ、サラエディソン・カバーニー、はい、ちょっとパスがやっぱずれてる外。これはオンライン、これオンラインですね。はい、ここクリアボール、モドリッチ拾ってってアザールからサラー、はい、サラーももう決定力すごいもんね。サラは俺この2019でちょっと2019じゃねえよこれ2018なんだけど、2019あの北米版の方でエキシビションマッチみたいな感じでサラちょっとやべえよ、あのなんつうのかな、一番気持ちいい感じで使える、早いよねまず、うん、印象はね、そう謎のすり抜けあってね、そうスルスルスル、誰でも使えるぞあれ、なんか気持ちよく。アプリとかさ、まあ、今までだとさ、ウィニングレブンの2018の PS4 の方がさ、うん、ゲームスピード遅かったじゃん、うん、アプリ早かったじゃん、うん、今回2019早いじゃん、うん、アプリどうなるっていう、まあそんな急激になんかアプリがすげえ変わるかっていうと、そこら辺がちょっと微妙だなと思うんだけど、やっぱなんかその新しいね、うん、ものが追加されたりだとか、おい、ちょっとゲームスピード変わってたりとかするんじゃないかなと思う。ライジングとドロップが来んのかね、そこのところも分かんないけど、でもライジングとドロップは結構なんか PSO だと打つタイミングみたいなのがある程度あるから、ちょっと練習したらね、面白かったね、あれ結構変わるよね、あれ覚えておくだけで。いや変わる、ライジンが特に入る、すごかったね、うん、伸びるんだよね、製品版の体験は全然違うじゃん。そう、おーっと来たメッシー、危ねえ、ケインケインもね期待できるよね、これはナイス飛び出しでしたね、うん、ケインも期待できると思う。そうだね、ケインも上がったから、まあ、今回ちょっといられなかったですけど、うん、まあ、やっぱコーチのレブライネとか、まあ、ちょっとバランスも考えていたんだけどね、一応。あーなるほどなるほど、スカットなんでね、ちょっと一応バランスを考えて、全体的なバランス考えないとあれなんだね。さあここでね、カンテとかも出てくるという感じで、カンテもね、もうなんか本当に当たったら嬉しいんだろうな。やっぱまあ、ウィーレ2019の PSO 版からやっぱガチャも1からになるんで、そうだね、またこれ興奮する日々が楽しみだね、しばらく続くんだよね、うん、ガチャジャンキーの始まりやな、ね、これ、うん、今回フィーチャーカードとかもあるから、うん、そうそうそう、だからどんな選手がねそのフィーチャーカードになるかっていうのも結構楽しみだし、楽しみですよ。さあここで繋いで、ね、ロスタイムなんでここで怖いですね、 2-1 でワンチャン追いつかれるところですけど、うん、繋いでって、さあカンテ出るな、うん、後半が出た2人で崩してくる、カンテで打たない、うん、絶対打たないですね、出るな、カンテで打ったらねちょっと危ないことになる、危ないなんでカンテとベラってあんな決定力低いんだみたいなね、あるけど2018年もよ、まあということでね、オンラインの方もぶっちゃかって、もう結構やっぱりカバーニとルカクってタイプ同じでゴリゴリなんだけど、ただ一応スキルはカバーニを裏抜けてルカクがなんか落ちるポストプレイヤーみたいな感じなんで、バランスは取れたのかなみたいな感じでしたね、うん、まあといった感じでね、今回はまあ2019で、まあ、能力値が結構上がる、はい、爆上がりするんじゃないかってもう出てますけどね、うん、スカットでやってきましたけど、まあやっぱり今のままでも結構やっぱ強い選手は強いですけど、そうだね、まあ別に今結構まあ黒玉はまあ 金の選手なんで、うん、普通に強いんですが、うん、まあでもその中でもやっぱりちょっと今後の伸びしろ、19になった時にね、うん、ウキウキしちゃう選手たち、いやーすごいっすよ、うん、まあ、デヘアもね、攻撃的 GK になってたりとか、はい、手足制限もベンチにいますけど、そうだね、制限だとかなり上がってるんで、ね、うん、まあ、個人的にやっぱりモドリッチ、アザール、うん、このあたりすっげー楽しい、あとまあサラーはもちろんそうなんだけど、あと俺たちに何当てられるか、そう、うん、まあ、もちろん発売したらね、そうだね、ガチャ引くんでね、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただければいいかなと思います、ということでお待ちしましょう、サラッボー。